はい、どうも。じゃあ重症主義と啓蒙先制主義丸さんの後半行ってみましょう。はい、ここからの内容はですね、大きく2つです。でかくなるロシア、どんどんロシアがでかなりますという話と、食われるポーランドね、はい、ポーランドが周りの国に食われてなくなっちゃいますというお話です。はい、ロシアのおさらいですね。イヴァン4世とか前出てきましたよね。雷帝なんても、言われた人ですね。でバリバリ怖い感じの人でしたという、まあ、この人の時に専制政治の基礎が、築かれたぞと。で領土もバリバリ大きしていったんですね。南の方に進出していったり、あとそれから、シベリアの方ですね、このイェルマークという人が取ったところをもろて、はい、領土拡大していきましたと。こんな感じでした。でイヴァン4世が亡くなってから、ミハイル・ロマノフという人がですね、そうになってロマノフ朝というのが続くと。これが300年ぐらいね、続きますんでね。ので今からの話はロマノフ朝のお話ということになるね。はい、ほんで天下ラー人の農民反乱なんていうのがね、あったりします。17世紀の後半ですね。この人はまあコサックの城ですね。コサックっていうのは農民もやりつつ遊牧もしつつみたいな、反民反農みたいな、反農反牧みたいな人ですね。まあそこのボスと、ロシアからの独立を目指して反乱を起こしていきました。まあ、でも鎮圧されちゃって、ステンカラージは四つ咲きの刑で処刑されると。あの手とか足とか全部切断されるんですって。怖いね。はい、その後ツァーリーになったのが、ピョートル1世。ツァーリーっていうのがロシアでいう皇帝でしたね。ピョートル1世はピョートル大帝とも言われます。文字通りね、でかいんですよこの人は。身長 2m13cm あったらしいと。マジででかい。でかなり優秀な人なんですが、はい、この人のお話をメインに見ていきましょう。でクイズ1個出しておきますね。彼が自分のことを棚に上げて出した命令とは何だと、4択になっております。はい、1つ目がカツラかぶんな、2番髪の毛伸ばすな、3番服着んな、4番ひげ生やすな。さあ自分のことを棚に上げて出した命令とはなんだ。はい、正解はですね、はい、こちら4番ひげ生やすなでございます。はい、ひげを生やす者からはひげ税を取ったと、こんな話が残ってますね。要は、西欧化、西ヨーロッパみたいな風に、ね、なるのを目指してロシアの風習であるひげをなくそうとしたと。なんかこう整ったちょびひげみたいな感じじゃなくてですね、ボーボーやってんて、ひげ剃る文化っていうのがなかったらしくって昔は。でちょっとそれはヨーロッパ、西ヨーロッパに合わせていくならば汚いということで、それと整えろということで、こんなひげ税を取ったらしいですよという話が残ってます。この伊藤の、ね、自画像もひげはあったけど、まあ、ちょびっと、まあ、整ってる感じですよね。まあ、あんなはええんかな。はい、ほんでですね、このピョートル1世、他国に勝つためには西洋化と近代化が必要だということで、まあそうね、基本ロシアっていうのは遅れた田舎の国やったんですよ。西ヨーロッパっていうのが圧倒的に発展してたので、そこを目指していくぞと。というわけで西洋化政策というのが行われていきます。西洋化諸国を自ら視察しに行ったりしますね。オランダの東インド会社に、自分で行って偽名使って4ヶ月ぐらいそこで働いてたりしたらしいです。そんぐらい向上心もすごい人で、西ヨーロッパの技術やら知識をどんどん取り入れて、ほんでそれをね、ロシアに還元してみたいな風にやっていったようです。あとはですね、対外進出、領土をバチバチ広げていくんでね、この人。それを見ていきましょう。まず東側の方に行くぞと、シベリア経営ですね、行って、ほんで、こんな条約結んでますよと、中国の清との国境を確定させたという条約がこちら、ネルチンスク条約というやつで、これも1689年とね、年もまあまあ覚えといたらええかなと、フランス革命の100年前やし、それから権利の焦点出されたのと同じ年かな、というところでちょっと関連もねあるので、で地図上でも確認していってみましょう。清って言ったらもうだいぶ東の方ですよね。はい、こんな感じよ。ロシア言うた当時はまだこの辺ぐらいやったわけでしょ。そっからおりゃ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 って進んでね、こっちまで行くんですけども、ほんでここには当時清というね、中国の王朝がございました。でここでどっからどこまでがロシアで、どっからどこまでが清やねみたいな、それを決めたのがこのネルチンスク条約やった。まあ大体この辺にしようってね、ストノボイ山脈というところを境にして国境を作ったと。はい、こっちからこっちはロシアねと、こっちからこっちは清ねっていうふうに分けたという、まあ、こういう法律ちゃう条約でございます。はい、それから南側にもどんどん勢力を、ね、伸ばしていきます。オスマン帝国を圧迫していって、黒海北部のアゾフ海へ進出しましたと。この辺はね、日本人すごいイメージないでしょうから、これも地図上でね、見ていきましょうね。要は海への出口になってくるよということなんですが、大崎マルデトル、ここですね、アゾフ海、わかる？ロシアがもともとこのモスクワとかね中心に活動してたから、そこから南の方にエイヤと、ね、進んでいったと
いう感じでございます。基本ロシアってどんな国かって言ったらイメージあるでしょ、寒い国じゃないですか。ロシアのね、北側の海とかね、あの冬海凍っちゃうのよマジで。だから船出せへんくなってまうので、凍らない港が欲しいのね。だからロシアは南行きがち、あったかい方に。ほんで今回もこうやって南の方に進んでいるっていうイメージです。はい、というわけでこう東の方におりゃーっとね、行ったり、それからアゾフ海手に入れたってね、南方進んだり。じゃあ次どっち行くってなったらね、こっちなんですね。こっちにも領土拡大をね狙っていきます。ただここにはですね、はい、こういうねバルト帝国なんて言われるスウェーデンっていうね、一大帝国を築いた国がおりまして、ここにチャレンジしていくということになるわけです。はい、というわけで西側への進出イコールスウェーデンとバチバチやるということで、北方戦争が始まります。スウェーデンのカール12世即位に乗じて開戦したったと。ただですね、最初ボコボコにやられてしまいます。まあ、やけどまた何年かしてリベンジして、でちょっと巻き返してみたいなのを繰り返しながらですね、激しい戦いの末に、最終ロシアが勝ったと。なんか20年ぐらいね戦争しますね、間空いたりとかしてますけども、こんな具合に最終ロシア勝ったぞということなんですね。やるねピョートル一世ね。ほんでロシアがバルト海の覇者になった後、バルト海ここの海ね。で、実は戦争中、北方戦争中からですね、首都ペテルブルクを建設して、もうこの辺にね、首都を作っておりましたよと。はい、というわけで、東南それから西にも、はい、めちゃめちゃ領土拡大していったよねというのがこのピョートル一世ですね。ピョートル一世がゴイゴイスーなお話でございましたと。で次に登場してくるのがこのエカチェリーナ2世。この人も優秀、覚えておいてください。この人自体は実はドイツ人なんですね。ドイツの貴族の娘で、ほんでロシア皇帝に嫁いでいったっていう感じなんですけども、夫がしょぼすぎると、能力的にも低い、これだったらもう自分がやった方がええやんけってなって、クーデターを起こして自分が皇帝になるっていうね、なかなか活発ですわねこれ。はい、知性と勇気を備えた女帝だということで評価高いですねこの人は。ピョートル一世の事業を行く継いでいきましたよと。はい、というわけでこの人も対外政策積極的にやっていきます。まずオスマン帝国からクリミア半島を獲得しましたよと。で黒海へ進出できるようになったと。これはどういうことかというと、また地図見てくださいね。クリミア半島中のここね、このニョキッとこう突き出たところね、黒海に。でここが、黒海ですわ。はい、黒海で、これをもうちょっとズームアップした、はい、写真じゃないな、地図がこちら。クリミア半島これで黒海という風になってる。で前でできてたアゾフ海もあるね。要はここを手に入れていったら何ができるかっていうと、これね、あの閉まってるように見えて実はちょっと間空いてるんですよ。ほんでここを通って地中海に出ていけるっていうねわけなんですね。そうしたらこんなところも絶対凍らないですよね。海凍らない港欲しい言うてたんやから、ロシアは寒いから、まあ、そういうこともできるようになって、こっちの方にも出ていけるっていうことで、ここのこの辺っていうのはねすごい欲しがってたのロシアっていうわけなんです。はい、さらにエカチェリーヌ2世、オホーツク海の方にも進出していきましたよと。聞き覚えありますね、アラスカとか千島方面ですね。で日本に、この78番の人物を派遣して、ついでに、日本とも通商を求めたよという話。日本史にもこの人物は出てきます。ラクスマンという人をね、派遣します。で、日本人の漂流民、大黒屋光太夫でしたかね、この人をついでに送り届けて、ちょっとロシアと通商しませんかみたいなのをね、やらしたと。この頃の日本は何時代かは分かりますよね。江戸時代ですよ、大丈夫やね。っていうことで、おっとっと、よいしょ、オホーツクか分かる、まあ、要はアラスカとか、まあ、この辺やな、この辺、こっちの方までも出ていったという感じですね。はい、どんどん来るね。というわけでエカチェリーヌ2世も、啓蒙先生君主として上からの近代化というのをバリバリ進めておったんですけども、ただこれ当初はって書いてますよね。こういうね農民反乱とかが起こってくるんですよ。プガチョフの起こした農民反乱、農奴制の廃止を求めて、起こしていきましたぞと。で結局はこの農民反乱自体は失敗に終わってしまうんですけども、鎮圧されるんですけどね。逆にエカチェリーナ2世はですね、これ以降農奴制を強化することになると、まあ、当時のロシアっていうのは農奴と言われて、まあ、要は農民奴隷ですよね。もう農業しとけみたいな感じで、あの領主からもう強制させられるような感じ。家族とかは持てるけども、その土地にずっといとか、いといて農業をせなあかんみたいな、かなり縛られた状況でして、これは西ヨーロッパからしたら結構遅れたねシステムやったんですけど、やけどそれをまた強化しちゃって、近代化とはちょっと言えへんかなみたいな感じですね。はい、というわけでロシアのお話でした。次ポーランド、ポーランド分割、食われてなくなる国と。さあどういうことかというと、
まあ、分割されていくんですね、周りの国に取られていっちゃうの領土で。原因としてはまずこの八毛尾朝というのが続いとったのが途絶えてしまいましたよと。でそれ以降、はい、選挙王政に移行していきまして、要は選挙で王様決めるっていうやり方ですね。まあ、別にこのポーランドが珍しいというわけではないんですけども、選挙で王様を決めると。そうなったらいろいろ誰が王様なんねんみたいなので揉めたりもするじゃないですか。はい、で、まあ、その揉め事がね、重なって重なってポーランド自体が弱体化していってしまうというところを狙われていっちゃうんですね。ちなみにポーランドどこだっていうのも確認しておきましょう。でかいでしょ、こんだけポーランドよ、これ。これポーランドね。これを周りの国に食われていくというイメージです。さあ見ていこう。はい、ポーランドがゴタゴタしてるのを見た、プロイセン、オーストリア、ロシア、みんなこう接してる国ね、ポーランドに。あそこ今ちょろいでみんなで分けてまわへん、誰が言うたんか知らんけど。はい、こんな感じになりまして、第1回ポーランド分割へというわけですね。はい、じゃあ見ていきますね。まず1回目がこんな感じ、プロイセン、オーストリア、ロシアとそれぞれ色分けしてるのでイメージしてください。で、ザザザッと見ていきます。1回目こんな感じ、2回目こんな感じ、はい、3回目こんな感じという具合にして、3回に分けて領土を、はい、取られ取られ取られて、はい、もうこれでポーランドなくなっちゃいましたというわけですよ。これがポーランド分割というお話です。もう一回見とくね。1回目こんな感じ、はい、2回目こんな感じ、はい、3回目でもうポーランドなくなっちゃいました。みんなプロイセンの領土、オーストリアの領土、ロシアの領土って分けされちゃったのね。はい、ポーランド消滅というわけなんです。まあ、当然おとなしくねしてたわけじゃないよ。2回目の時なんかはポーランドのコシューシコという人物がですね、義勇軍を率いて抵抗していったんですけども、まあ、結局失敗に終わってしまったと。この人自体はポーランドの英雄とね、崇められる人です。でも無理だった。で結局3回目で分けされ尽くして消滅と。で第一次世界大戦終わるまではずっと独立国としてはもう存在してなかったということなので、100年以上ポーランドという国は消えていたんですね。そんな国があるんですよ。はい、という感じでございました。というわけでロシアとポーランドのお話、見ていきましたので、また確認していきましょう。はい、1番、西欧化政策を行い濃度制によるロシア絶対王政体制を築いた大帝とは誰か。身長2メーター以上のね、あの人ですね。3、はい、ピョートル1世ですね。これはわかるね。はい、2番、ピョートル1世が1689年に秦の黄帰帝と結んだスタノボイ山脈を国境とする条約は何か。3、はい、ネルチンスク条約ですね。はい、3番目、スウェーデンと戦った北方戦争の最中にピョートル1世が築いたバルト海に臨む秦とは何かと。はい、3、はい、ペテルブルクですね。ペトログラードと思うよな。はい、ラスト4番、女帝エカチェリーナ2世が通商を求めて根室に派遣した人物は誰でしたかと。通商の字が間違っておりますね、これ、通商やな。はい、失礼。はい、3、はい、ラクスマンですね。ラスクマンって間違えて書きがちなので気をつけて。ラスクじゃないよ、ラクスだよ。はい、というわけで、ロシア、ポーランドのお話でした。引き続きお楽しみください。ではまた。